いや、大間さん、無事パパ勢になりましたんでね、皆様よろしくお願いいたします。そのうち配信でオバマアクシデントをね、話したいと思いますね。超びっくりしましたね、オバマアクシデント。いやー、ほんとね、今行ったら大丈夫かね。オバマさんいるから行っちゃうけど、なんか金曜日休みの日にですね、家で寝てたら知らない電話番号から電話かかってきて、一体何だろうと思って、なんか賃貸なんとかなんですけど、大丈夫ですか、なんか分かりますかって言われて、え、全然分かんないですけど、何の電話ですか、間違い電話じゃないんですかって言われて、俺全然賃貸契約でまだしてないんですけどって言ったら、あ、そうですか、じゃあ違うのかなって、ジョナさんって方なんですけど、あ、知ってます、それ私です、緊急連絡先知らない間にされてたって、やばいっすよ、本当にね。アメリカってそんなんなんですか。アメリカってそんなんなんですか。マジでびっくりした。すごいよくて俺の電話番号知ってんなみたいな。いつ教えたっけみたいな。いあれ名前言ってくんなかったら分かんなくてよって言ってですね。ジョナさんね、びっくりしましたよ。オバマさんね、ちょっと怖いよね。俺もびっくりしました。えっ、ー、つって、俺ですか、本当に俺ですかって言ってね、寝起きだったからね。俺詐欺って賃貸詐欺だからびっくりしました。おすげえ、めっちゃそこまで伸びてる。はい、よろしくお願いします。まあそんなわけでね、ちょっと怖いよ、本当にあった怖い話ね、本当にあった怖い話でした。そんなことは言ってたんで、まあ寝起きはね、ちょっと判断難しいですよね。嫌です。
武器。Cool.
け。あんたの先祖はゴリラだと思って。